ワルシャワ王城で5月3日憲法を採択する4年政務4年政務、または大政務は1788年から1792年にかけてワルシャワで開催されたポーランドリトアニア共和国の政務。開催の目的は事実上ロシア帝国の支配下にあった共和国の主権を取り戻すとともに政治や経済の大幅な改革を断行することであった。 4年政務最大の成果は1791年に制定された5月3日憲法である。これはヨーロッパ最初の全世界でもアメリカ合衆国憲法に次いで2番目の近代成分憲法である。4年政務で議論され5月3日憲法に結実した内容の要点は、まず社会的にはそれまで黄金の自由と称して、 巨大な特権を有し国家機構を崩壊させてきたマグナートの権力を削り、都市民とシュラフタの政治的平等を定めること、そして厳しい搾取を受けてきた農民を政府の保護下において濃度性を解体することであった。政治的な面では自由拒否権を否定したことが大きい。政務で一人でも反対者が出れば法案が通らなくなるという、この制度は国家の改革を阻害するのみならず、 諸外国が議員を買収することで容易に内政干渉できるという問題があった。4年政務と5月3日憲法は反動、マグナートによる事実上の無政府状態を打開し、より民主的で平等な立憲君主国を打ち立てようという試みであった。しかしその後、改革に反対するマグナートはタルゴビツ連盟を結成してロシアと結び、 1792年に国王スタニスワフ二世アウグストと改革派を破った。翌1793年に開かれたグロドの政務は完全にロシアの支配下に置かれ、5月3日憲法破棄と第二次ポーランド分割が決定された。4年政務議長、スタニスワフマワホーフスキーポーランドリトアニア共和国の立場が悪化するにつれて、 国内では改革の機運が日増しに高まっていた。わずか1世紀前は、この国はヨーロッパ大陸列強の一角にして最大級の国家であった。しかし18世紀までに共和国の政治機構は停止してしまった。政府が事実上崩壊した。この状況はポーランド無政府状態と呼ばれ、国王政府の存在は有名無実化し、各地方は 精密とマグナートがおのの独自に管理する状態になった。このような状況に陥った理由として多くの歴史家が挙げるのが共和国特有の議会制度リベルムベトである。この権利のせいで1652年以降は政務に提出された法案がほとんど通過しなくなってしまった。18世紀初頭の時点でポーランドとリトアニアは地方 マグナートが勝手に自治を行う国家になっていた。彼らは自身の特権を弱めうるあらゆる法律の制定を妨害し黄金の自由を謳歌した。国王自由選挙で選出される国王は無力であり、周辺諸国もこの機に乗じて共和国を弱体化させることばかりを望んでいた。最後のポーランド王となるスタニスワフ2世、アウグストの時代。 ポーランドに啓蒙思想が流入し、開花した。1772年に、ロシア、プロイセン、ハプスブルク帝国による第一次ポーランド分割が起きると衝撃を受けた、ポーランド内の新歩派は、共和国の改革を断行しなければ滅亡あるのみと考えるようになった。ここ30年ほどの政務を通じて、新歩派の間で憲法改革の機運が高まった。 第一次分割が起きる前においても、バール連盟のミハウ・ビエル・ホールスキが、フランスのフィロソーフであるガブリエル・ボノド・マブリーや、ジャン・ジャックル・ソーラに手紙を送り、ポーランドの新憲法制定に関する助言を求めている。マブリーは1770年から1771年にかけて、ポーランドの政府と法に関する見解を、ドゥック・ウル・ナマンイで、ロイス・テラ・パロニアにまとめ、 ルソも1772年に、ポーランド統治論を書いたが、この時すでにポーランドの分割は始まっていた。ポーランドリトアニア国内では、貴族学院の創設者、スタニスワフ・コナルスキ、ポーランドは未だ滅びず作曲者のユゼフ・ビビツキ、ポーランド啓蒙主義を敬引したフ風語ン・ダイ、スタニスワフ・スタシツをはじめとして、多くの人物たちが改革の必要性と案を論じている。 4年政務の議会日誌改革の機運が高まる中、1788年10月6日に181人の議員が集まり、4年政務が始まった。なお1790年には新たに171人が選出され、5月3日、憲法全文に謳われた通りに議員数がほぼ2倍になった。政務は2日目にして、国家ではなく連盟の主催という形をとる。 連盟政務へ移行した。これは自由拒否権の発動によって政務が死にたいとなる恐れを未然に取り除くためだった。政務の議長にはほとんどの派閥から支持されていたスタニスワフ・マワホフスキが選出された。ポーランド改革派から脅威とみなされていたロシア女帝、エカチェリーナ2世もこの4年政務を承認していた。当時ロシアはオスマン帝国との間で 第二次ロト戦争を戦っており、エカチェリーナ2世としては、ポーランドの改革を、ある程度成功させて、タイオスマン戦争における支援を得たいと考えて、いたのである。ポーランド内の改革派は、愛国派を結成した。彼らは一部のマグナートやエスコラピオス修道会から、急進的な啓蒙主義的カトリックに至るまで、ポーランドリトアニアの、あらゆる階層から支持を集めた。 イグナツ・ポトツキやスタニスワフ・コストカ・ポトツキ、アダム・カジミエシュ・シチャルトリスキといった愛国ハウ派はプロイセントの同盟を主張し、スタニスワフ二世と対立した。一方で中道派のスタニスワフ・マワホフスキは国王との協調を施行していた。ポーランド・ジャコバン派とも呼ばれる最左翼の風語高音隊らはワルシャワ市民の支持を求めた。スタニスワフ二世は 最初のうちはいくつかの改革については賛意を示したもののイグナツポトツキラ反国王的な共和主義者への抵抗感が強く愛国派とは手を組もうとしなかった情勢はすべて愛国派の思い通りに運んでいるかに見えた当時強大な隣国であるロシアとオーストリアはそれぞれオスマン帝国と戦争中でさらにロシアはスウェーデンとの戦争も抱えていたため ポーランド情勢に介入する余裕がなかった。当初、スタニスワフ2世や一部の改革派は、オーロ同盟に、ポーランドも参加して、タイオスマン戦に参戦することで、ポーランドの立場を強めるとともに、ロシアを改革の後ろ盾にしようと考えていた。しかし、ロシア政府内の紛争のため、この計画は頓挫した。続いてポーランドは、ロシアの敵である、花ヒ広シュラン三国同盟。 その中でも特にプロイセンと手を組むことを考えた。これは特に愛国派内の右派、イグナツ・ポトツキー・アーダム・カジミエ・シュチャルトリスキラが強く推進していた案だった。1790年、ポーランドプロイセン同盟が成立し、ポーランドはロシアに対抗するための強い後ろ盾を獲得したかに見えた。スタニスワフ2世はそれまで距離を取っていた愛国派に接近し、 さらなる改革進展を目指した。1790年の議員追加選挙では保守職のある応答派がポトツキら革新勢力を上回る議席を獲得し、愛国派に妥協を強いた。スキピオネ・ヴャットリの仲介により、ポトツキとスタニスは不二世はより立憲王政的な改革を行うことで合意し、憲法の草案作成に取り掛かった。結局、 4年政務前半の2年間では大きな改革は実施されなかった。後半の2年間でようやく劇的な大変革が起こることになる。ワルシャワ王宮の上院議場。ここで5月3日憲法が採択された。1790年秋、追加選挙で選出された議員が4年政務に合流した。新たな政務議長にはカジミエシュ・ネストル・サピエ派が選出された。 マーホフスキが革新よりだと思われていたのに対しサピエ派は保守よりだとみなされていた。ただ政務の後期には彼は改革派へと転じていくことになる。議員数が2倍になったので席に座れない議員も出てきた。さらに審議を傍聴しようと多数の群衆が押しかけ、議場はたびたび満杯になった。政務の議員たちは貴族や聖職者の代表であったが、 改革派の議員はブルジョワジーの支援も受けていた。彼らと市民は1789年秋にワルシャワで黒子の行列と呼ばれるデモ行進を行い政治的権利を公に求めていた。同時期に進行しているフランス革命とポーランドの現状を重ね合わせた政務議員たちはこの平和的な抗議活動が暴力的な革命に転じることを恐れ、 1791年4月18日に都市の地位を定めブルジョアジーに権利を与える自由王国都市法を制定した。これに先立つ3月24日には投票権を認めた精密法が制定されており、これらは最終的に5月3日憲法の要素に結実していくことになる。新憲法はスタニスワフニセ世やイグナチポトツキやフーゴコーンタイラの下で草案が練られた。 大まかな方向性は、スタニスワフ2世が定め、最後の詰めは、コーン隊が担当した。スタニスワフ2世の狙いは、イングランドのように強力な王室の権威に基づく、強力な中央政府を中心とした、立憲君主制の実現であった。一方、ポトツキは、議会を国家体制の最高権力機関としようと、試みており、また、 恩恵な革命を志していた高温隊は、未だ貴族の従属下に置かれている人々を、暴力なしに解放する方策を模索していた。政務内の保守派は、ヘトマン派などを形成し、改革派に対抗した。武力的な圧力をかけられた改革派たちは、当初5月5日に予定されていた憲法採択日を2日前倒しした。5月3日の時点では、 地方で復活祭を祝う保守派議員たちがまだ政務に帰ってこないからであった。この議事空デタータを成功させるため、採択日が5月3日となったことは保守派の議員たちには知らされず、一方の改革派議員たちは密かに早めに政務議場のワルシャワ王宮に集まった。ロシア支持者が侵入して議事進行を乱すことがないよう、ワルシャワ王宮の周りはこの衛兵で固められた。 5月3日、本来の議員数の半数程度、王や上院議員を含めれば3分の1に過ぎない182人が出席し、新憲法を採択した。5月3日憲法は圧倒的賛成多数で採択され、王宮外に集まった熱狂的な群衆に迎えられた。5月3日、憲法成立後も、4年政務は憲法を支えるための立法を続けた。 特に重要なのが5月5日に成立して2日前の政府法を確認したデクラレクヤストナウスグローマドザニッチと10月22日に成立したポーランド・リトアニア共和国内でのポーランド王官僚とリトアニア対抗国の合同及び独自性そして単一政府内での両者の平等を保障したザレックスニー・ウィザヘンネオ・ボージョがナラドであるこの方は 共和国の連邦国家的性格を保ちつつ、ポーランドとリトアニアの結合をより深めるものであった。1792年5月、ロシアがリトアニアへの侵攻を開始した。これを受けて5月29日、4年政務は、スタニスワフ2世に最高司令官の権限を与えた、上で、投票により閉会を決定した。四年政務閉会後、改革派はこれまでに実現した改革を守り、 さらに進展させていくため、ポーランド最初の政党とも呼ばれる憲法の友の会を結成した。都市部では新憲法は熱狂的に迎えられたが、ヘトマン派が力を持つ地方ではあまり反響がなかった。反改革派はサンクトペテルブルクへ赴いて、パルゴビツ連盟を結成し、ロシアのエカチェリーナ2世を頼って、共にポーランドへ侵攻した。 圧倒的な戦力差の前にポーランドはロシアに降伏し、1793年11月23日、グロドの政務は5月3日憲法を含む4年政務の全成果を破棄した。ありがとうございます。